はい、どうも。さんでございまして。どうしたんですか、しゅんくん。自分結構夜中起きてることが多いんですよ。編集お疲れ様です、本当に。ありがとうございます。お待ちですよ。ありがとうございます。夜テレビ見ながらやったりするんですよ。だから見ちゃうんですよ、やっぱり。それで罰ゲームがあって、息相撲。これを使って、パイプ、お互いでフーフーしちゃうんですよ。フーフーって。何の絵面？まあ、それじゃない、本当だったら、色つけて、どっちがいいかみたいなやりたいんだけど、それでしょ？なんか今日忘れちゃったの持ってくるんですよ、それ。忘れちゃったから、持ってきました。じゃん！昆虫かー！イエーイ！で、こっちはね、タランチュラです。うわっ！うわっ！やべえやべえやべえ！こんな感じ。あっ！うわっ！なるほど。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 まだ大丈夫。いや、てーでん。でー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 。うわっ！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 キーハル！キーハル！キーハル！やだ！うわー！やだ！キーハル！キーハル！うわー！うわー！投げた？いや、投げてないよ。これ絶対直で入ってるやつやん。あ、大丈夫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 。これも大丈夫。せーの。じゃあ。やばくないこれ。しかもなんかね、ワンチャン塩かかってる。書いてますもん。見てください。塩。ほんとだ。わあ！はい、こんな感じで、今日は絶対に食べたくない生き相撲をやっていきたいと思います。イェイ！ゴキブリ。うわ、くて、キモいっす、やべえ！くっさ！くっさ！やべ、臭い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 、マジ臭い、マジ臭い。マジ臭い。まあ、これをやっていきたいと思います。3回やります。誰が息の量がすごいのか。え、僕強いよ、マジで。まあまあまあ、水槽の方がやる。そっか。ってことで、今から順番を決めたいと思います。一番最初にやって、2番目にやって、終わるのが一番楽。とりあえずじゃんけんで決めよう。なんでこんな体張ってん。確かに、やばい。なんで持ってきたんすか。面白そうだなと思って、それをね、話しても、こういうの、あ、これ面白くないですか。これめっちゃ面白い。え、明日やりましょうって。明日、これとりあえずじゃんけんで決めよう。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ、最悪よっしゃよっしゃ、1、2で最初はグー、じゃんけんぽい。シェー2、3、2、3、2、3。最初、第1回戦目、青春ゆきさん。吸ってる最中やばくね。やばいってやるよ。ふっ、ふっ、って入ってた。じゃあちょっと、こいつを真ん中まで俺が持っていきたいと思う。やば、そんなにね。あさ、羽やめてくれ。羽ずるい。羽こっち側ずるい。ね、こっちから、もうちょい近づかないと。あと身長ずるい。ほんとや。で、頭がこっちで、尻尾こっち。一発で入るかもしれないですよ。最初よーちょろ。じゃあ俺こっちでやる。いい男気。いきます。よーい、スタート。動かない。どうする？どっちがやめるか。受け口開いてみてください。受け口大きく開いて。お、いい、動いた。やばいよ。はい、ってことで、1回戦、青春の勝利です。イエーイ。ってことで、2回戦いきたいと思います。はい、2回戦の獲物は、ゴキブリです。蜂じゃないそれ。オペラかコオロギじゃない。視聴者の人に判断してもらうということで。第2回戦、青春と絵画、やっていきたいと思います。よーい、ドン。うわぁ、やばいやばい、やばい。やったー！バッカー！勝ったぜ！俺が何回この番組見たと思ってる？いや、これ最
最悪。最後がちょっとヤバいんですよ。タランチュラです。どうすかこれ。いや本当に吐くよ。ちゃんとさっきからさあれだからさ口入れてよ。準備終わったからさって気軽なこと言ってます。準備はよろしいですか。タランチュラちゃんと口入れてね。目つぶってやろう。いきます。でも怖いから大丈夫大丈夫。3、2、1スタートスタートスタートおいスタートじゃん。ゴーって言ったらフライングだよお前。フライング車にはちょっとヨクさんがリードしてもらいます。3、2、1、ゴー！頑張れ！頑張れ！頑張れ！あ、うまいうまい！大丈夫、どっちか、ちゃんと見てね。あ、そうそうそう。息止まった瞬間にどれだけ進むか。そうだよ。そうだよ。あ、いい、お声がいいね。巻き戻した。あ、いいね、いいよ、いいよ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。あ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。どっちかね、どっちかね。そうそう、よしさん、ナイス。あ、今、倒しちゃったのに。今日の晩御飯はこちら。ああごめんね。タランチュラの素揚げ。はい、ということで第1回イケズモは先日の勝利。クモ食わなくてよかったですよ僕は。やばいじゃん。何が吹奏楽部だ。だから何年前だったの。はい、ということでこの動画はこれで終わりたいと思います。 See you later! バイバイ。イエーイ。でもこれさ、多分味なしで。いや、ちょびろちょびろ早く口の中に終わっちゃうから早く魚卵生まれてきた。